アルブリーは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、バッシカム郡に属している。カタルーニャ統計局によると、2012年の人口は113人。カスティーリャ語では、同綴りで、アルボリーのように発音。アルブリーの起源は、サラセン人がこの地に定住したことに遡ると、考えられている。1263年にはこの地の地名がハーバリーの、 として言及されており、後にはアーブオとして言及されている。しかし、現行の綴りであるアーベリーが記録に登場するのは、ようやく1600年になってのことである。当初アン定左段釈領に、後にプラーデス白釈領に属した。後のこの地は、カルドーナ公爵の所領となり、その後、メディナ政利公爵の手に渡った。そして1827年には、 カルリスタの反乱に積極的に加わった。2009年初頭アルブリーの紋章がカタルーニャ自治州政府によって正式に認可されなかった。これを受けて自治体政府は背景に手楼を用いた3本の松に2本の木の枝と X 字型の十字を添えたスタンプをシンボルとして用いた。教区教会はサンアンドレスに検定されている。建物は 内陣と三つの振動を持つ、新古典様式で脇に主狼を持つ。サンアンドレス教区、アルコロス地区にはサンパウレーハイ道がある。17世紀に建造されたもので、一つの振動と壁式主狼を持つ。サンパウレーハイ道ロスカスティジェフホスは1950年から2001年までのアイナ兵役学生の軍事教練中ン地として使われた。 アルブリーでは10月の最初の週末に最も大きな祭りが祝われる。1月にはサンパウの祭日に合わせて冬の祭日が祝われる。アルブリーはプラーデス山地登山の重要地域の一つとなっている。現在登山客のための避難施設はないが、将来のプラーデス山地自然公園の登山センターの建設が計画されている。この地の主要な産業は、幹地農業で、 ヘーゼルナッツが主要作物である。また、現在まで未採掘であるが二つの銅の交渉が確認されている。また、かつて製紙と製粉のための施設があった。自治体首長は、エスキラ AM のジョルディ巡行座、アルベリック、自治体評議員は、エスキラ AM4、集中と統一、1となっている。アルブリーは、レウス司法官活区に属す。ありがとうございます。